可愛くなりたい女子を大変身させるチェアプロデュース企画。プロのメイクさん、スタイリストさんの手によって驚きの大変身を遂げます。シェアのリナです。今回シェアの初企画、一般女性を可愛くプロデュースしちゃおうです。今回は一般女性の参加の方を紹介します。どうぞ。ミルクちゃんです。よろしくお願いします。今回可愛くなりたい女子に選ばれたミルクちゃん、どんな大変身をするのでしょうか。今回プロデュース企画に協力していただけるメイクさんとスタイリストさんを紹介します。ディアーズのフータです。ディアーズのスタイリストのミミと申します。今日は社会人になるっていうことなので、ちょっと大人のメイクをして、春らしい感じにしたいなと思います。春らしい感じの社会人という曲なので、ちょっとカラフルな感じで、そうですね、はい、行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。今回ミルクちゃんの友達にも来てもらっています。はい、プロデュース企画にもらって、ユニクロさんで衣装を買います。まずは服を可愛くコーディネート。一体どんなコーディネートになるのでしょうか。購入できましたんで、次はメイクに入りたいと思います。はい、行きましょう。続いてはメイクで可愛く大変身します。ここアイホールって言って、うん、ここにこう眼球入ってるところ、うん、全体的にピンクゴールド、うん、赤目の色を入れて、アイホール全体にってこと。全体にピンクの明るい。目元に入れるんですね、白。ちょっと入れてあげたら可愛いかな。とこの涙袋にも入れてあげたり。今ピンクを上につけたから白にしてるけど、はい、ブラウン系をここに入れたら、ちょっとピンクっぽいのをこの涙袋に入れてあげても今可愛いかな。ああ、そうなんですね。ちょっとこういう感じで、あ、上にそう入れてあげるだけで、今はここ丸い感じでもいいんだけど、うん、とかって流してあげるだけで、ちょっとなってくる。なるほど。衣装とメイクが完了しましたので。お呼びします。ミルクちゃん。すごい可愛くなった。まるで別人のような大変身を遂げたミルクちゃん。今回のテーマである春らしい大人のトレンドコーデに仕上がりました。今日はサバ系にしてます。色くもちょっと抑えて、でも上品な感じで、パンツの色がもう、ウエストに、ウエストにベルトマークコットになって、ベリカリのボディを作れるのかと思って、まあ、じゃあ、ベルトとサンダルを合わせる感じです。はい、メイクは、春メイク。でスリープで可愛らしい色白なので可愛い感じにしてるので、根元もしっかりとピンク入れてるのと、ゴールドパウダーで綺麗に色んな感じにしてるので、大人っぽく社会人になったり、チークの入れ方をこうふんわりするのにちょっと
大人とかも活用しています。すごいいい感じになりました。もうね、来た時と別人のように可愛い、可愛い、もう服の感じもすごいいい感じです。どうですか？いや、楽しかったです。自分でできる？自分ではできない。自分ではできない。髪の毛とかでもだいぶ雰囲気変わるね。くるくるになって、もう自分ではできないかもしれない。すごい、もう良かったです。本当にありがとうございます。変わってみて、そうですね、今付き合ってる人に見せたいですね。ミルさんもスタイリストさんもありがとうございます。